皆様こんにちは、アンバサダーJです。J リーグサッカープライムゴールかな、こちらの、リーグ戦2戦目かな、こちらちょっと始めていきたいと思います。前回ね、もうリネカーにもしてやられてね、もうすごい苦戦したんですけど、今回どうなるか、ちょっとパスワード前回あるんでちょっと使ってみたいと思いますね。ちょっと画面変えるか。でもコンティニューなんだけど、これ復活の呪文なんですよね、これ。久しぶりだからな、復活の呪文なんて。あれ、これでいいんじゃない？これでいいのかな？あ、これもう2戦目からはあれですね、あの自動で対戦で決まる感じか。うん、アントラーズはもう前回と一緒ですね。これあの選手変えらんないみたいなんでね、これなんか交代とかもできないみたいだし。ジェフユナイテッドは下川かな、これ。ディフェンダーミシェル。ディフェンダーサンドロ、エジリ、ミッドフィルダー後藤、中西、エチゴ、フランタって書いてあるのかな。フォワード、パベル、新村かな、これ。いや、あんま覚えてねえな。キックオフ。ウィーウィー、長谷川。よし、おお、いきなりちょっとやばいよ。あー、決められたよ。おお、なんか強えな、おい。ちょっと待って、これつえな、なんか。オファン、よし。あった。お、なんだよ。お、なに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 。なに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 。もうちょっと待って。今なんで取らなかったんだ。ちょっと待って、これマニュアルになってんのかな、これ。キーパー。マニュアルとか絶対無理だぜ、こんなの。おいおい、
よしよし。よし、終わる。オッケー。あーっと、うまく合わせたんだけどな。おーいえ、よし、クリアクリア。よしよし。ああ、ちょっと待って、何ヒールキックやったのか今。いや、シュートがやっぱ難しいな。よし、ゴール。長谷川。長谷川、オッケー。ダイレクトボレーですよ。あー、ちょっと待ってよ、すげえな、おい、そんな簡単に決めますか。ああ、ちょっと待ってね、強えな、おい。おい、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、うまいな、おい、どんどんうまくなってくんな、これ。ファール。よし、オッケー、ゴール。ミドルシュート。また長谷川だよ。よし、よし。ああ、よしよし、取った。よし、ファルファル。よし、オッケー、ゴール。ジーク、ジーク、ジーク、フリーキック。よしよしよし。ジーコの天才的なフリーキック出ましたね。なんかやっぱこれ選手によって違うんだろうな。あれ、取れなかった。あー、抜けられたか。よしよし。いやー、ちょっと白熱すんなこれ。ちょっとでも強くない、これ。よっしゃ。あ、取れた取れた。
いやもうお見合いしてるよ完全に。あ、なんでそっち行くんだよ。いやちょっと白熱してっけどな。結構大変ですね。キックオフ。ああいきなりかよ。ああ危ない危ない。ああ取られた。サントス、サントス。あ、ジーコ、ジーコ。あれ、ちょっと待って、君だよ、君。今、黒崎、そっちを狙ったんだよ。アルシンド、アルシンド。よし、あーい。あ、なんだよこれ。よしよし。いやいや、なんかうまくいかねえなこれ。ホンダ、ホンダ、ホンダ。よし、オッケーな。誰かいるか。いや、よしよしよし、取った。いや違う違う、そっちじゃない。抜かれたか。あ、出た出た杉山。今危ねえな、オーバーヘッドやったよな。あー取られちゃったよ。よし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 。あー、ちょい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 、爪が甘かったな今。よし、あー、よし取った。よし、おのおの、持ち込め持ち込め。よし、いやーちょっと白熱すんなこれ。誰かいないか。よし、よしよし。よし、あ、壊した。
ガヤガヤ。よし。いや緊張すんねこれ。サントス。いやちょっと待って遅れたか。よしよし。よし、ジーコジーコ。オッケー。よし、おんか、詰めてくれよそこ。せっかくキーパー外したんだから。よしと、あ、くそうまいなこいつら。よしよし。なんかすげえ強くなってますねこれ。すげえ連携がすげえんだよなこいつら。よしよし。どこに蹴ってんですか。いや抜かれた。お、あぶねえ。いやーちょっとね、今回も勝ったんですけどねこれやばいな。ちょっと強いなコンピューター。こっちの連携ってなんかこううまくいかないんですよ。で向こうはねなんかうまく連携がすごい取れるような感じなんで、多分私が下手なんでしょうねこれまだね。すごい連携うまかったもんな。これベルディとかやったらなんか勝てそうな気しねえな。強いしまたこれほらベルディレッツに 4-2、 マリノスがグランパスに 2-1 で勝ってるのか。フユーゲスが 2-0、ガンバに勝ってると。サンフレッチェが 5-4 か、エスパルス 5-4 で勝ってるとね。まあなんか前半結構なんかうまくいったような感じだったけど、後半なんか連携がうまく取れなかったし、向こうなんかね多分ねこれクリアのあれとかいろいろあるんでしょうね。なんかこう競り合いのあれとかね、競り合い このボタンを押すといいとかっていうの、ちょっとその辺見とかないとダメだな。もう一回競り合うと大体取られちゃうからなボール。まあまあでもね今回はもうこれまた長谷川でしょ。長谷川長谷川、ジークもジーク、あジークフリーキックね。ジークのフリーキック、ちょっとまだやっぱりシュートのあれもちょっとうまくないし、これだと多分優勝できないでしょうね、まあね今回もこの辺りにしたいと思います。次ちょっとだから完璧ランダムに敵っていうか対戦相手決まってるんで、次どこのチームになるか分かんないですね。またコンティニューしてみないと。まあ、とりあえず今回は 3-2 でジェフに勝ったということで、まあ、次回の動画でまたお会いしましょう。